ちは、わっこの名画鑑賞の時間でございます。今日の名画はこちらでございます。いきなり番組を作ってしまいました。あのさとみさん、はい、ちょっと待ってください。よーく見せて、ちょっと書くのね、はい、すごい ところにいろんな生き物とか、シチュエーションとかが、あ、通ってください、通ってください。いろんなシチュエーションがいたり、植物がいたり、動物がいたり、お星様がいたりするんですけれども、これ、さとみさん。鑑賞のしがいがあるこちらの作品、題名とかついてるんですか？はい、題名が。どうぞどうぞ。サハラ砂漠はサラサラ砂漠っていうタイトルです。サハラ砂漠はサラサラ砂漠というね、題名が一応ここについてるんですけども。鑑賞ポイントがご自身では、そうですね、2年前にモロッコに行ったんですけど、はい、モロッコ？モロッコに行って、でその時の、あの思い出っていうか、モロッコの時に感じたものとか見たものを一枚にしてて、なんかそこ、あのこれが結構メインなんですけど、なんかそのモロッコの砂漠で朝日を見に行ったんですけど、その現地のベルベル人の人が砂漠をあの案内してくれて、でその現地の人にベルベル人について一生懸命歩いていくんですけど、なんかもう真っ暗で自分以外はもう見えないぐらい、なんか真っ暗なあの中、朝日が昇る前にいいスポットまでずっと歩いていくんですけど、もうベルベル人の人は慣れてるからすっごい早く歩いていっちゃって、でも一回も振り返ってくれないから、もう置いてかれたら死ぬみたいな今日すごい頑張って必死についていってたんですけど、なんかふと気づいたらすっごいもう全面星空がバーって広がってて、で本当になんかこういうスノードームみたいなのがこうかかってかぶさったような、なんかこう不思議な感覚に、こう丸いものが上にこうやって星空が全部覆われてるみたいな、こういうイメージのなんか星空を見てですごい感動して、あ、これを描こうと思って、あと本当に、はい、モロッコの見たもの、見たもの、感じたもの、思い出なんですね。でもそのベルベル人の人は初めてお会いしたんですか、旅で。はい、あ、初めてなんかガイドに連れてってくれる人で、案内してくれる人で、その朝日がよく見えるとこまで連れてってくれるんですけど、はい、朝日が見えるとこまでってことは夜行ってるんですよね。朝日がそう、本当に真っ暗で、本当に何も見えない、自分のなんかライトの光がここに見えるぐらいのところをベルベル人を照らしながらついていくっていう、すごい経験ですね。はい、でも最初は必死でついていくのだけ一生懸命だったんですけど、ある程度進んだらちょっと慣れてきたのか、こう周りに目がいってこう星空がすごいバーって、確かにこのね、星空の感動がすごい伝わりますね。なんかベルベル巻きっていうのをしてくれたんですけど、ベルベル巻きでこう巻いてくれて、その時お団子をしてて、髪型が団子になってたね、なんか怪しいとんがりみたいになってベルベル人も笑ってます。あのスイカを食べたりもしたってことですか？はい、猫とスイカ食べて、なんか食が全然合わなくて、そのスパイスとかなんかいろいろ全然食べれなくて、唯一美味しかったのが何もしてないただのスイカで、なんかもうスイカで生き延びたみたいな、なんかいろんなとこでスイカを食べて、なんかね、生き延びてるんですよね。スイカとかオレンジとか果物はいけたという。猫ちゃんはなんかもうあらゆるところに猫がすごいいっぱいいて、あとここっていう
ポイントありますか？かな、ここはなんか青い町、シャウエンっていう町で、あの全部風とかが青いところなんですけど、そこもすごい綺麗な町で、青いシャウエン、行ってみたい。あともう雑貨とかの色がすごい綺麗で、なんか砂漠の茶色とかにすごい映えるんですよね。なんか雑貨も全部可愛いし、その色で、色とか可愛さに感動したっていうのもなんか現れてますよね。猫にたくさんあったとか、なんかミントティーって言ってなんかこれ注いでるんですけど、あ、ここね、はい、注いでるね、すごい。そうそう、これも現地のおじさんがミントティーを入れてくれて、なんかこうすごいポットでラーメンとかでコップに注いで飲むんですけど、いやちょっとこれ、今日始まったからまだ、8月11日までだって、はい、なんか この話を踏まえてみるとまた味わい深いし、あとはなんかこう写真集をなんか一緒に見てもらえると、これがなんかそのモロッコに行ってきた時の写真を、なんかこうあの写真集っていうか手作り感満載の写真にしてて、そっちに行って、はい、なんかこういう、なんかこういうのを見ながらちょっとこういうなんか書いてあるのがあったりとか、あ、ここが本当に青い町シャウエン、はい、こういう壁画があったり、あ、こういう猫が本当にあちこちにいて、こういう、はい、色が綺麗ですね、はい、ですね、現地の着てる人の服とか雑貨とかもすごい可愛くて、こういうちょっとしたなんかこういうほうきとか、とかも多分ここに書いてあったりとか、なんかそういうね、いろいろなんかこういう、ちょっと待って、YouTube でこれ全部映したら見る楽しみがないからね、皆さんはここまでだよ、はい、細かいところはじゃあ直接、ね、ちょっと私は後で見ます、後で見てください、ね、あとは、ご自身のイラストのマグカップであったり、なんか手書きでガラスに、これも、はい、これいいじゃないですか、これ。ここにあの、ね、あのエアプラントとかをちょっと入れてもいいしね。こういうノートになっていたり、越谷の前で2年前にあのお知らせの個展のハガキにしたやつで越谷の絵を一応描いて、白子箱を描いたり、本当だ、イチゴとか、イチゴとか花火とか、とてのチューリップが綺麗に植えてくれてあったりとか、あ、チューリップ泣いちゃうよ、ね、チューリップフェスタやってる人なんか白子バトワシとか、またでも結構、あの久伊豆神社の池で、亀と鯉にパンをあげて、あの市役所の、今あるのかな、池の鯉にパンをあげてみたいな、かっこいい、なんかちっちゃい頃によく、思い出とリンクしたね、ちっちゃい頃、今は多分あげちゃいけないんですけど、ちっちゃい頃はなんか多分あげてた気がします。うわ、あ、ちょっとこの鍵盤かな、音楽がね、盛んであったりね、うちの近くからなんか近所からよくピアノの練習する音がよく聞こえてたなとか、へえ、そういう思いに書きました。なんかさ、よく美術の時間とかで、あの一つの絵の中にテーマを一個にしなさいみたいなね、あのことがあったけど、一個にしなくていいんだって勇気が出ますね。もうみんな入れなさいよと、こうやって感動を与えられるんだな、すごいな。やっぱ色彩ですね、やはりポイントは色彩とその造形の可愛らしさ、感動みたいなのが、これでもかこれでもかっていう感じ、ね、あとこういう古い、ね、はい、作ってみて、友達がなんか刺繍をやってくれたりして、これ鳩胸鳩さんを鳩胸に掲げるっていう T シャツです。いいですね、刺繍。クエコバッグがあったり、これも一押し。今回のお知らせ DM にしたシバちゃんを。シバちゃん、これは犬かい？あ、犬でシバ、犬なんだね。今回のハガキにしたやつね。
今回お知らせ、はばきにしたやつで、縁側これ。すごいですね。あのこうもう十分活動アグレッシブにされてると思いますけれども、うん、なんか今後こうしていきたいみたいなことってあるんですか？なんだろう、でもなんか続けていきたい。そうでしょうね。もうなんかやりたいことをちゃんとやっていける方ですよね。頑張ります。素晴らしい。なんかカッコ、はい、大丈夫ですか？すごいね、お客さん、力をいただきました、アートで。ありがとうございます。でそれ出会いをくださったカフェ803さんに本当にちょっとジュンさんが後ろにいるんですけど、ジュンさん、ちょっとジュンさん、あのフラリとすごいご無沙汰になっちゃったんですけど、ね、来てみたら、はい、こんなことになる。出会いが、出会いが、803さんすごいね。うん、すごい、すごい。おみくじ引いた。おみくじ引いて、だからナイス食べっぷり引きましたし、これはもう手に持っちゃったから買いますし、やったんで買いますよ。また持たしていこうか。商売になれ。いやジュンさん、はい、そこで一言どうですか？なんか一言あれば、はい、今から入りづらい。入りづらいけど、この子の絵を見に来てください。8月11日まで、はい、たっぷりまだね、うん、ありますので、よろしくお願いします。本当にね、オーナーさんもお見えになってすごい引き寄せで、YouTube チャンネル感動のうちに終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ポンポンポポポンポンポンポポポン、膨らむぞ膨らむぞ、もっともっともっと膨らむぞ、胸いっぱいに夢いっぱいに、ポンポンポポポンポンポンポポポン、私の小さな胸破裂しちゃう。